ヤマト隊長。すまない、オロチマルが相手ではハブトをやるだけで手一杯みたいだ。いくらか見た顔も、ね、キュービの子もいるみたいだし、サスケ君とどっちが強くなってるか見てあげるよ。サスケ返せ。サスケ君のことが知りたいなら力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけどね。慎重に行くか。さあ、追っ始めようぜ。君に興味はないけど、任務だから倒す。楽しませてちょうだい。さあ、慎重に本目始め。やる。超重力。超重力。やる。超重力。遅いわ。超重力。まだ油断ができない。いざ尋常に一本目始め。やるわ。君だか。これでどう。遅いわね。遅いわね。遅いわね。遊びはここまで。やるわ。超ジャルやる。気がしかない。オプトン黒分身の術。オプトン地中牢の術。恐怖による支配も嫌いじゃないの。ただ自分はできない。逃がすか。待つんだ。あれはオロチマル本体じゃない。本物は戦っている間にどこかに行ったよ。じゃあなんでそっちを追わないんだ。落ち着いて最後まで話を聞いてくれ。瞬時に判断がつかなかったから、とりあえず分身を使って尾行させる。だから場所は分かっている。ところでサイは。サイもオロチマルと一緒に移動中だよ。え、どういうことですか。僕の分身と無線で連絡を取り合っていたんだが、サイは自らオロチマルに近づき何かを手渡していた。まるでオロチマルに取り入ろうとするかのように。ちょっと待てってばよ。いくらあいつが嫌な奴でも俺たちを裏切るなんてこと。いや、あるか。サクラ、何か知っているようだね。ことと場合によってはサイを始末しなければならないかもしれない。僕らもすぐに後を追うよ。